に出ようと思ってたライブは全部断られちゃったんだよね。そうだけど。それならよく出てるライブハウスでライブするのは？サークルとかギャラクシーとか、そこなら断られることもないと思うし。でも迷惑かけないかな。え？マリナさんもヨシコさんも優しいし、お願いすればイベントに出させてもらえると思うよ。ただライブに来るお客さんは私たちのこと知ってる人ばかりじゃないし、またあんな感じになっちゃったら。サークルにもギャラクシーにも迷惑はかけたくない。その今は様子を見た方がいいんじゃないかな。ライブができなくても他にできることは何かあると思うから。だな。練習するとか曲作りしてみるとか、ライブだけがバンドのすることじゃないしさ。しばらくのんびりペースで活動しますか。そうだね。みんなごめん、こんなことになっちゃって。え？どうしてひまりちゃんが謝るの？ひまりちゃんが悪いわけじゃないよ。でもこうなるきっかけを作ったのは私だから。私のしたことにみんなを巻き込んじゃって何にも考えてなかった。もっとよく考えればよかった。リーダーなんだからアフターグローのこと一番に考えなくちゃいけなかったのに。ひーちゃんのせいじゃないよ。そうだよ。それで言うなら私の方が原因作った気がするし。いやランが言わなかったら私が言ってたからな。どっちにしろって感じだろう。こうなっちゃったのは残念だけど、自分が悪いなんてそんな風に思わないで。ありがとう。でもやっぱりこのままにはしておけないよ。なんとかライブができる方法を考えてみるから、ちょっとだけ待ってて。ライブができる方法って？そんなに頑張らなくていいんだぞ。今は無理しなくてもさ。何か当てはあるの？ないけど大丈夫。きっと何か方法はあるはずだから。ひまりちゃん。ねえモカ、モカったらちょっと大丈夫？え？何が？私はご覧の通りいつも通りだけど。本当に？パンの前で10分ぐらい固まってたよ。いくらなんでも悩みすぎじゃない？ああ、今日はどのパンの気分か考えてたら迷っちゃってさ。あの話聞いたよ。え？みんないろんなことを言ってるみたいだけど、平気なはずないよね。そっか、サーヤも知ってるんだ。ポピパのみんなも心配してたよ。最近サークルにも来てないみたいだし大丈夫かなって。大丈夫とはあんまり言えないかも。思ったより影響って大きいんだね。出ようと思ってたライブもダメになっちゃったし、出たライブもめちゃくちゃで。そんな。今はライブ以外でできることをしようってみんな前向きに考えようとしてるけど、ひーちゃんはなんだか責任感じちゃって。それに、他のみんなも気にしてないはずないし。
モカは自分のことより人のことだね。え？モカが落ち込んでないか心配してたんだけど、みんなが傷ついてることを気にしてるんだね。まあ、私って情に熱いところあるからね。そっか。話したいことがあったらいつでも言ってくれていいからね。私ができることだったら力になるし。